秋田県沖で洋上風力発電事業を手掛ける企業が男鹿市で漁業者と真牡蠣の試験養殖に取り組んでいます。大きく育った牡蠣が初めて水揚げされ、関係者は事業化に向け手応えを感じています。三菱商事洋上風力などで作る企業連合がおよそ250メートルの着床式風車38基を設置し、2028年12月の運転開始を目指しています。このうち男鹿市の戸賀湾では漁業への影響が懸念される中、発電事業者が安定かつ効率的な養殖漁業を確立しようと、地元の漁業者などと真牡蠣の試験養殖に取り組んでいます。牡蠣はバスケットとネットで去年3月から育てられています。今月5日に初めて水揚げされ、4センチほどの牡蠣がおよそ15センチまでに成長しました。この手前のやつって奥岩ハグの方に4畳だ。日本海側は風が強く海面養殖に向かないとされていますが、戸賀湾は風や波も穏やかで牡蠣の生育にも適していることが分かりました。話の聞いたよりも、大きくなりやすいのかなというふうに思いましたし、比較的環境が変わっても十分育つのかなという感じでした。実績として将来の その若い人方が携われるような目安になってもらえるのかなというものです。真牡蠣の養殖時期は一般的に10月から3月までとされ、戸賀湾の漁業者などでは4月から5月の出荷を見込んでいます。今後はよりコストを抑えた方法を探り、来年以降の事業化を目指します。